マラクターウースマラクターウースとは、イラクのクルド人の少数派であるヤズイーディ教徒が、崇拝する、クジャク天使。クルド語では、タウセメレク、メレケタウスなどと呼ばれる。マラクターウースは、アラビア語系。一神教であるヤズイーディ教の七大天使の一人であり、神ではないが重要な信仰対象となっている。アダムにひれ伏すことを拒んだとされる点が、クルアーンに記された。 シャイターンに似ていて、さらに、ヤズイーディ自身がアザザイルやイブリースと同一視しているため、イスラム教徒からは悪魔とみなされることが多かった。マラクターウースのターウースはアラビア語でクジャクを意味する。マラクはアラビア語で天使を意味するが、よく似たマリクが王を意味するため、クジャクの王と解釈されることもある。ヤズイーディ教の創世神話によれば、天地創造の大 一日に生まれた。マラクターウースは一万年地上を支配するとされ、今から六千年前より支配していたとされる。反逆の罪で一度地獄に落とされた。神に許された、苦弱天使、マラクターウースは、神と共にアダムを作ったが、アダムが楽園を享受し何もしないため神からアダムを、そそのかすことを許され、アダムに禁断の麦を食べさせた。 ロバート・ E ・ハワードの怪奇小説、墓はいらないでは、マリク・タウスのので登場し、呪われた、アラマート山に住む、クジャクの形をした魔王と描写されている。オギの誠の漫画作品、クジャク王では密教における、クジャク妙王やキリスト教におけるルシファーと同一視され、主人公、クジャクがこのマラク・タウウースの生まれ変わりとして描かれている。アジアプレスネットワーク、連載。 写真特集、イラクのヤズディ京都たち第1回第3回、ミスヘイファリース。ありがとうございます。